水ラジオ地球と遊ぼう親子で野外ご飯よいしょー、日に日に上手くなっていきますね、レモンちゃん。もうタカちゃんより確実に上手くなりましたね。はい、またこのね、柑橘系2人のシルエットがとってもキュート。はい、さあ、今日もどんどん実践編いきますよ。親子でキャンプを目指して、とにかく料理結構一番ね、重要ポイントですから、もういろんなメニューやっていくんですけども、ね、アマナちゃん、今回のメニューは何ですか？サラダチキンチーズホットサンド。なに、長い名前。サラダチキンチーズホットサンド。ホットサンドやね。うん。いけそういけそう。前回餃子余裕でしたからね。よっしゃ。はい。そしたら、また、材料の方、軽く紹介お願いします。ホットサンドメーカーに。出たー、これ便利やね、これ。と、うん、マヨネーズと、うん、ケチャップと、うん、ケチャップが、うん、調味料で、うん、小分けになってやるやつで。この小分けがすごい便利、あのボトルよりね。うん、で塩コショウが混ざってる、うん、調味料で。博多の塩のハウスのやつ。おー、いいよいいやん、それ。で、スライスチーズと、うん、そのままほぐしてあるサラダチキンです。そう、これね、タカちゃん本でね、勉強したんですけども、ウインナーを使うことが多いんですけども、うちね、健康家族ですから、ちょっと気持ち、タンパク質の、陸上にも繋がるように、はい、サラダチキンに変えてみました。と、最後が、20% 引きのライ麦です。うん、そらも 20%、うん、だって、普通の、うん、パンじゃなくて、うん、ライ麦パン。これも若干ね、若干これ食物繊維が入って、健康ミネラル、健康意識のね、現れですね。どんどん健康系のキャンプにね、つなげていきたいと思っておりますから。はい。さあ、一応、イメージトレーニングしとく？ね。まず、またタフマルで火つけて、そこに、どうすんの？そのホットサンドメーカーに。パンを？パンを入れて、うん。で、パンとパンで挟む。こっちとこっちに入れるんじゃん。入れるんやろ？で、うん。間に、サラチキンと、うん。チーズ。チーズ先かな？まあ、それ、なんでもいいか。それは分からん。でも、チーズ先と、サラダチキンがいいか。だから、ハンバーガーのイメージだね。で、うん、マヨネーズとケチャップと塩コショウをやって、こうかな。うん、塩やね、うん。これもいけそうやね。うん。今回、タカちゃんも調べたんですけど、マスタードを やると、大人向けにはマスタード。でもちょっと、辛いの苦手でしょ、レモンちゃん特に。ね。マスタード、まだちょっと早いな。あ、まなちゃんは、余裕。まなちゃんはいけると思うけども、ちょっとレモンちゃんに合わすこということで、マヨネーズにしてみました。ということですね。はい。はい、これもちょっと、レモンちゃん自信のほどは？いけそう。いけそう。あれ、自信があります。聞きたかったな。レモンちゃん自信のほどは？自信があります。出たー。はい、それでは、実践行ってみよう。せーの、ダーン。サラダチキンチーズホットサンド実践編行ってみましょう。はい、お願いします。おー、カラスが狙っておりますよ。はい、真上にいるから。ではパンを入れます。お、パンを入れる。もう火ついてるんですか？いや、まずまずセッティングやね。パン入れて。だって前回餃子焦げたもんな。美味しかったけど、チーズ、パンって聞こえた。チーズ2枚いく？チーズ2枚。え、上と下ってこと？上と下やな。じゃあパン、チーズ、ほぐしチキン、チーズ、パンっていう感じだね。怖いね。パン、チーズ、もういいですね。はい、ほぐしチキン、ほぐしチキン、ケチャップ。うわ、あ、すいませんね。だいたい半分ぐらい。半分ぐらい。ん？カーがパンって聞こえる。レモンちゃんパン好きですからね。うん。お、さすが。手で行くのが豪快でいいですね。このほぐしチキン、ひゅうかさん、いいですね、はい。便利ですね。便利。うん。意外と包丁出して切るのがね。うん。面倒くさかったりする。そう。特に野外ご飯となると余計にね、なるべくね、手間を省いてやる方がね、快適にいきますが。うわ、アリが手に来た。よし。はい、そんな感じ。ふぅ、もういい、バッチリやん、もう。はい。マヨネーズ行こうよ。マヨネーズ行っちゃいましょう。量これでいい？もういい、なんで僕だって分からへんもん。じゃあ。これで、だから、もし、むちゃくちゃまずいのが出来上がってしまった場合は、次回のね。これ見て食べ物やん。そうやん。だからいけるやん、大体が。ただ、これとこれ合うかとか。
た確かにね、そのレシピではマスタードってなってましたから、しかもチキンにしたからこれとこれ合うかな。あ、そうか、いけるでしょう。もし合わなかったら合わなかったで次回にね繋がりますし、うん、新たな味の発見があるかもしれませんよ。意外とサラダチキンとケチャップ合うねやっていうのね。え、なんかヒューガさん、あのマヨネーズとケチャップで合わせたなんかなんとかソースって言うねんね、あれ何やったっけ、ロイオーロラや、オーロラ、ね、オーロラソースって言うねん。だから合うわこれ、アマナちゃん。そうなん、うん、今ってこれめっちゃ、あーごめん、大丈夫大丈夫、あとでタカちゃんが吹きますから。タカちゃんが吹きますから、お願いします、はい、お願いします。よし、おお、美味しそうやな。でもこれ焼くんで食べるか。いや、これ焼いたらさらに香ばしさがね。で、さらにチーズをここから、うん、チーズたっぷりがいいですね、やっぱりね。みたいなんかこさっちゃう、おいしそう。これ野外ご飯、これぐらいのレベルのメニューやったらちょっとなんか楽しいですね。まあ、週7とかで来る。週7って毎日やないか、それ。はい、おい、オッケー、はい、さあ、これで、さらに上にで、上にパン、ライ麦パンを挟みます。ひゅうがさん、これライ麦パン買ったんですけど、全粒粉 100% のパンってあるんですか。見たことないです。ないか。一応、でも全粒粉のパンはあるんでしょ。あると思う。これ挟めんの？全粒粉入りとかかな。入りか。大丈夫そう。探せばあるよね。うん。まあそれでもいいじゃん。これギュッと押すんか。押そう押そう押そう。ちょっと待って。うん。つけてからでいい？つけてからにしようか、ほんだ。いきまーす。はーい。まあどんぐらいする？弱火でいいんじゃない？焦げたら嫌だもん。焦げたら嫌やもんね。焦げたら絶対嫌。で、嫌だ。じゃあ行きますね。はい、お願いします。ほんだ。ぐいんと。これがホットサンドの醍醐味だ。すげえ。で、閉じんの？あんだけ膨らんでたのが、こんなキューッとここに今濃縮されましたね。そうやってやんの？初めて知った。俺もやん、これ。ケチャップが出てる。ごめん、ごめん。美味しそう、美味しそう。ね。さあ、そしたら焼き上がりを待ちましょう。焦げてる。なんか匂い焦げてんぞ。ちょっと。ちょっと、反対。ちょっとこれ、やばいんちゃう？これだって、ちょっと開けてみて。あーまなっ、うわちょっと見せて今の見てもうた今見てもうた、そっちが全然そっちじゃない、反対見せてくれ、反対。でもこれを経験、うわー、まあでもちょっとなんかそぎ落としたらいけんちゃう、包丁で。だ、前のパンケーキよりマシやろ。結構このタフマルの火力が強いって書いてあったから、うん、ああそうや、それや、ほんだら一般のやつより強いって。なるほど、これだから今もこれ何で見んの。でもだから匂いや、匂い、今ヒューガさんがあ焦げてるって一番気づいたでしょ、うん、やっぱり普段からそのキッチン立ってその匂い分かってるから、だから天野ちゃんこれ勉強。はい、よっしゃ、でもいける食べれない範囲ではないです。よしよし、うん、もし無理やったらパパ食べる。味は絶対美味しいもん。焦げてる。ここで見るんやったから。あ、なるほど、そのケチャップが焦げ具合でね、ほら漏れてるケチャップ。暗い。もうなんかもう黒っとくて、どれがケチャップか分からんようになってるわ。ケチャップって思う。さあ、もう次で完成でしょ。うん、そろそろいいんじゃないですか。よし、じゃあ行きまーす。はい、ちょっともう一回止めます。止めまして、止めて。すごい匂いです。はい、あー、いい感じ。こんがり。さあ、これを切りましょう。いけるかな。おー、どうやんのこれ、二人で協力プレイでひっくり返すの一気に。せーの。あー、はい、いいや、セーフ。危ないなー。あー、急に離した。危ない。危ない。おー、いい音。熱い。あ、もう熱いってことはしっかり焼けてるってことですね。あの、お、そんな熱いねや。あの短時間でそれだけ焼けるぐらいタフマルの火力すごいねんな。ふう、お、天菜ちゃん包丁さばきが様になってますね。そうですか。うん。
包丁さばき。包丁さばき。どうだどうだどうだ、はい見せてください。いきまーす。はい、じゃーん。はい、あげて。どう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 。ケチャップと、おー、いそういそう、マヨネーズが混ざってるんじゃないの、うん、はい、完成です。サラダチキンチーズホットサンド。おお、なんか一時はどうなるかと思いましたけども、見事出来上がりましたね。それでは今回は天菜ちゃん行っちゃってください。では、うらうらこけてますからね。でもこれチーズがいい具合に溶けてるから、うん、やっはぁ、うん、チキンと、うん、あれケチャップがめっちゃ合う。やったー。ということでこれ大成功、やりました。それではまた会いましょう。さよなら、バイバイ。ララ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 、目を閉じんざい、目を閉じんざい、左はぜんざい。虹色動画とは、雑草男タカちゃんが親子の力を借り、一致団結して大好きな7色に本気で挑戦することによって、見事虹色草になるまでのアクセクトの日々をお届けしております。音楽、陸上、介護予防、運動神経向上、筋トレ、自然、そしてダウン、リズミカルガス、みんなで楽しみましょう。はい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 、雨上がり、せーの、虹色。